強よ首陸軍演習場は全国約100カ所にあった陸軍演習場の一つ。秋田県小阿久村にあり、県内唯一の陸軍演習場であった。現在は、正門跡に陸軍境界石と記念碑があるほか、当地下跡などの遺構と演習照射の一部が残っており、大仙市立西千北中学校の調査により、戦争遺跡として再認識されている。 大仙市小悪備地区の地図。石天線で囲まれたエリアが強くび陸軍演習場となる。OSM をもとに作成。強くび陸軍演習場は、小悪備屋と呼ばれる広大な原野にあり、面積は約4平方キロメートルに及ぶ。強くび陸軍演習場のある上の大地域は、北、東、西側を大物川に囲まれており、 縦穴住居跡も発見されており、縄文時代から人が住んでいた場所である。演習場自体は、北端に、乙、津、腰沼、東端に、西千北愛し、南西は、木原田沼の南西を囲んだエリアである。1903年6月、千北軍小悪備村の大牧を射撃場用地として、陸軍省に管理替えすることが内務省から、秋田県に対して訓令された。 その後、1906年6月、仙北軍小枠部村の上野隊を戦闘射撃演習地として陸軍省に管理替えをすることが内務省から秋田県に対して訓令された。1907年5月には、仙北軍小枠部村上野隊に大隊本部の勝者4棟、浴室、水事場、衛兵場など合計16棟が建設されることになった。 建築材料には病院や倉庫の廃材が使われたバラック式の建築であり、勝者の周囲には幅12尺高さ6尺の土手は兵士が掘ることになった。不評第17連隊をはじめとする県内の不評部隊が演習に使用し、演習場内には強く美演習勝者が設けられ、不評1個大隊が宿営できるようになっていた。演習場では不評部隊の戦闘訓練や 射撃訓練が行われていたが、旧正中学や青年学校の軍事教練にも使用された。強く日に滞在していた訓練兵は中隊で編成されており、朝6時に起床して朝礼を行い、7時に朝食、射撃や冬の水泳訓練など、昼食の時間を抜いた9時間訓練が行われていた。戦前より演習場を利用する第17連隊へ。 越冬野菜を供給するために、小悪備地区では白菜の生産をしており、戦後も生産が続いている。1945年に終戦を迎えると、強首演習場は、上野大開拓事業により入植が進み、弊社は住居として払い下げられ、農業や落農へと土地利用が転換された。1945年8月、軍隊武装解除後、秋田連隊の大井少佐が、 小悪ビやを農場にしたいと、新中した米軍に申し出し、認められた。入植者は、福音軍人や一般引上げ者が中心であり、開拓が進められた。1964年には、帝国石油が天然ガスの敷くをした際に、温泉が湧き出したことをきっかけに、現在では温泉地として利用されている。強く微小車生物により、 正面奥の敷地内にある水事場横に水槽があった。ありがとうございます。